アメリカ合衆国のファッションデザイナー、テレビプレゼンター、女優。カリフォルニア州バークレー出身。身長155センチメートル。3歳でライオネル・リッチーとその妻ブレンダ・ハーベー・リッチーのもとに引き取られ9歳で正式に幼女となる。ジップはピート・エスコベードであるという噂があったが、ニコール自身は否定している。本当の父親は、 ライオネル・リッチーのバンドのドラムを担当していたメンバーで実母は舞台スタッフだという。通っていたバックリースクールでパリス・ヒルトンと出会い友人となる。高校卒業後はアリゾナ大学に進むが2年で退学。2003年に薬物不法所持と無免許運転で逮捕され薬物構成プログラムへの参加が判決で言い渡された。 同年にホックスチャンネルの人気リアリティ番組シンプルライフで親友であったパリス・ヒルトンの妹ニッキー・ヒルトンの代役として登場人気を博し一役スターにファッションリーダーとしても注目されファッション誌にスナップ写真が掲載されることもある一方でゴシップ誌に登場することも多いその後も映画やテレビ番組に出演する一方 歌手としてデビューする準備を進めているとの発表が行われたが2006年にリリース予定を告知された彼女のアルバムは現在に至るまで発売されていない。また2005年に半自伝的内容の小説ダイヤモンドの真実を刊行した2005年2月にアダム・ゴールドスタインと婚約するも同年12月に婚約破棄を発表2006年12月11日 マリファナを水高速道路を飲酒運転で逆走しているところを警察に発見され逮捕された。DJAM と別れた後は幼馴染のブロディジェナーと親しくした時期もあったが、その後、ヒラリー・ダフの元彼でグッド・シャーロットのメンバー、ジョエル・マッテンと付き合い、婚約。2007年7月27日、薬物中毒での運転をした罪の後半が、 カリフォルニア州の地方裁判所で行われ、金庫4日の判決が言い渡された。2008年1月11日に第一子となる女の子を出産。2920グラム。子供の名前はハーロー・ウィンター・ケイト・マッテン。2009年9月9日に第二子となる3503.8グラムの男の子を出産。子供の名前はスパロー・ジェームズ・ミッドナイト・マデン。 マッテンとは2010年12月に結婚した。ピアノ、バイオリン、チェロなどの楽器を弾くことができる。もともとぽっちゃりした体型で、痩せ型のパリスヒルトンと並ぶとより太って見えたことから、彼女はパリスの弾き立て役とよく言われていた。ダイエットで一時期激痩せし、健康面を懸念する人たちが絶えなかった。だが、専門家の力を借り、順調にリハビリを続け、現在は、 ふっくらした健康的な体型に戻った。ニコール・リッチー・バイオグラフィー・ IMDB、ニコール・リッチー・ S ・バイオグラフィー、people.com、ノーベンバー2005異臭オブ、JN マガジン、エイプリル2006異臭オブ・タトラーマガジン、ハットセレブリティ・セントラル、nicolerichie.people.com、リトリーブド2007年8月10日、ザ・スモーキング・ガン・メイキュー、 2003?The Smoking Gun q m a i 2003 200ニコールリッチー S c o m p a n i o ハリウッド .com, com オリジナルの2012年6月29日時点におけるアーカイブ h t t p s a r c h i v e i s 2 0 1 2 0 6 2 9 0 9 4 3 3 8 h t t p w w w h a l w o o d c o m c e l e b r i t y 1 7 0 7 4 3 4イコールリッチーハトリー。ケンスティーブン・エム・シルバーマン。ポリス。ニコールセット・シースモーク・ド・ポット。トゥック・バイ・ケデン。ピープル・マガジン。ディセンバー3 2006イングラシアリザニコールリッチーブロディジェンナーブレイクアップピープルマガジン http コロンスラッシュスラッシュ www.people.com スラッシュピープルスラッシュアーティクルスラッシュ例26334 1542769 00 html 2007年11月10日閲覧アスエクスクルーシブリッチー バイケデンディフェンス、US オンライン2006年12月13日、インタビュー With イオネルニコール・リッチー。ラリー・キング・ライブ、CNN、2012年7月16日閲覧。ニコール・リッチー&、ジョエル・マッテン・ウェルカム、エーベビー・ボーイ。ピープル、2012年7月16日閲覧。ニコール・リッチー&、ジョエル・マッテン・ウェディング・ドローズ・ファミリー、フレンズ。 アンドアンエレファント、ピープル2012年7月16日閲覧。ありがとうございます。